今日のコーディネートのポイントは、デニムのセットアップ風な感じで、シャンブレーシャツもプラスしてデニム、デニム、デニムっていう感じの、結構、春になるとデニムを着たくなるので、ちょっと全身で取り入れてみました。でこのままだと、結構男臭い感じになるので、ちょっとスニーカーにしてみたり、こういうバックポケットに花柄のハンカチを入れてみたりして、ちょっとさりげないんですけど、コーディネートを組んでみました。上からブランドは、クーキーズというブランドで、デニムジャケットは、こちらボタンの大きさがすごい気に入ってます。普通のボタンよりかなり大きめで、キッズの、ヴィンテージを、大人用に大きくしたようなデザインになってます。シャンブレーシャツが LE という、レショップさんのオリジナルのブランドですね。でこちらの、首につけてるのが、手拭いでアナトミカのものになります。でデニムが、こちらマジャスターで絞れる感じで、リーとレショップさんの別注のものです。で、スニーカーは、コンバースになりますね。以上になります。こちらのコーディネートのポイントは、ジャングルファティーグジャケット と、お気に入りのナイスネスのパンツを合わせて、どちらも結構緩めなシルエットで、仕上げました。どちらも緩めなんですけど、インナーに着ているミッドポロが結構タイトめというか、ジャストな感じで、バランスを取った感じです。靴は、クラークスです。スウェードのシューズですね。パンツと色味を合わせてみて、全体的にインナー以外はアースカラーでまとめました。結構サイズはそうですね、アームも自分で気に入ってます。以上です。コーディネートのポイントは、僕の中の、ザ・ベーシックという形で、コーディネートを組んでみました。カバーオールに、チノパンに、クラックスはよく履くんですけど、こちらはワラビーのタイプで、それにニューエラのキャップを合わせてみました。結構これに T シャツだったり、スウェットだとちょっとカジュアルすぎるかなと個人的に思ったので、シャツを合わせてみました。ストライプのシャツ。カバーオールは、リーと、レショップさんの、別注のロコジャケットに、ストライプのシャツは LE のものになります。で、パンツは、ヴィンテージのもので、靴は、クラークスのワラビーになります。でベルトがジェーム・デビッドソンになりますね。結構お気に入りのカバーオールで、もう1年半ぐらい着てるんですけど、どんどん経年変化もしてきて、これからも楽しみなアイテムになります。以上になります。はい、今回、3パターンコーディネートを組ませていただきました。で、僕が、コーディネートを組むときに、ポイントとしているのが、個人的にデニムだったり、ミリタリーものがすごい好きなので、大体ほぼ1週間組むときに大体何かしらそのデニムかミリタリーものは入っていて、好きな理由として、経年変化を楽しめる、
いわゆる男心をくすぐるようなポイントが、すごい好きですね。まあ、どん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 着ていくと、まあ、色落ちだったり、まあ、色あせだったりっていうのが、まあ、自分に馴染んできてるような感じもしますし、だからコーディネートを組む際に、まあ、そういったものを、一つ入れてるだけでなんかこなれてると言いますか、そういった雰囲気があるので、まあ、個人的には、そういったものをコーディネートに組みやすくなってます。いかがだったでしょうか。これが今年のリアルな春コーディネート3スタイルです。好評でしたら次回も行っていきたいと思いますので、この動画の感想などお気軽にコメントいただければ嬉しいです。あと高評価とチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。